ダルトントランボ、ダルトントランボ、ドルトントランボとも表記、ダルトントランボ、1905年12月9日から1976年9月10日は、アメリカ合衆国の脚本家、映画監督、小説家。アメリカで1940年代に起こった赤狩りに反対した、いわゆるハリウッド展の一人。白外には、ベンエル・ペリー、ベンエル、ペルリ、ロバート・リッチ、 ロバート・リッチなどのペンネームで活動し、またヤン・マクレラン・ハンター、イアン・マクレラン・ハンターの名義を借用した子もある。アメリカ合衆国コロラド州、モントローズに生まれた。貧しい家庭で育ち、高校時代から地元の日刊誌の記者などのアルバイトを経験し、弁論大会では優秀な成績を残した。1924年にコロラド大学に入学するが、 父親の病気のために学費が払えず、実家に戻った。家計を支えるために、パン工場で8年間働き、小説家を志して、作品を書きながら、酒の密売もしていた。密売人としての経験を書いた記事が、バニティフェアに掲載されるなど、編集者から注目されるようになり、映画評論家、編集者としての仕事を得た。小説は書き続けていたが出版される見込みがないため、 職を得ようと知人の紹介で、ワーナーブラザーズの脚本部に採用された。脚本家としては1936年に日本の映画が公開されデビューした。脚本家としていくつもの会社を渡り歩き、多数の脚本を手掛ける一方で小説の執筆も続け、1939年には、小説、ジョニーは戦場へ行ったを出版した。ジョニーは戦場へ行った。 ジョニー・ゴット・ヒズ・ガンは、不祥兵を描いた小説で、タイトルは、第一次世界大戦の志願兵募集キャッチフレーズ、ジョニーよ銃を取れ、ジョニー・ゴット・ユア・ガンに対する皮肉と思われる。この本は、第二次世界大戦中には戦争支持派から度重なる、脅迫を受ける一方で、反ユダヤ主義者やファシストのグループからは、早期講和を目指すプロパンダに利用され、そのような読者からは、 何通りもの手紙が送られてきた。トランボは連邦捜査局 FBI に通報するが FBI は右翼グループからの手紙ではなくトランボの思想や活動について取り調べを行った。トランボは戦争指示へと転換したと FBI に手紙で抗議した。ジョニーは戦場へ行ったは戦後になってから復刊され、さらに朝鮮戦争時に再度絶版となり、 休戦後復刊された。脚本家としては、1940年の恋愛手帳でアカデミー脚色賞にノミネートされ、東京上空30秒、緑のそよ風など、多数の脚本を手掛けて評価され、着実にキャリアを積んでいた。1943年にアメリカ共産党に入党。 戦時下の共産党はアメリカと戦争を強く支持する姿勢で約8万人の最高党員数を記録していた時期だった。第二次世界大戦終結後の東西対立の激化の中、後に赤狩り、マッカーシズムと呼ばれる指導弾圧運動が起こり、1947年10月20日、ハリウッド映画界の著名人19人が、 反響キャンペーン海外活動委員会による第1回聴聞会に召喚され、その中にはトランボも含まれていた。当時のハリウッドには、ジョン・ウェインらを筆頭に、アメリカの理想を守る映画連盟という組織が設立され、比例活動委員会への協力が推進されていた。聴聞会でトランボは、あなたは共産党員か、あるいはかつてそうであったかなどを問われたが、 アメリカ合衆国憲法修正一条、議会は言論の自由を制限する法律を作ってはいけないという腹を理由に証言を拒んだ。同様に証言を拒んだ10人が議会侮辱罪を言い渡され、禁庫刑の実刑判決を処されることになった。この10人が後にハリウッド県と呼ばれることになった。1948年には共産党を離党し、 ハリウッド圏の実質的なリーダーとして上訴を目指して活動していたが、1949年11月に上訴請求が帰却された。週刊前に日光巡査、カウボーイなどの脚本や原案を書いたが、政治上、好ましくない人物の名前がクレジットから外せるとされていたため、トランボの名前がない作品もある。1950年6月、ケンタッキー州。 アッシュランドの連邦刑務所に送られた。模範集として1年の刑期は2ヶ月減刑された。1951年からは家族と共にメキシコに滞在。複数の偽名を使って脚本家としての仕事を続け、B 級映画作品の脚本やリライトで多数の仕事をこなし、映画会社のプロデューサーから高い評価を得ていた。1954年にはアメリカに戻り、 偽名で仕事を続けた。1956年にロバートリッチの偽名で参加した黒いお牛が1957年のアカデミー原案賞を受賞するが、彼はアカデミー賞受賞式にも登場しなかった。映画客本家組合が調査を行い、ニュース雑誌もこの話題を取り上げた。その後ハリウッドではロバートリッチはダルトントランボの偽名だとの噂が流れ、 トランボ本人は否定しなかった。トランボは取材する記者たちにハリウッドのブラックリストに名前が上がっている脚本家たちが偽名で仕事をしているという事実を提示するなどブラックリストを無効化するための活動を続けた。1959年にはテレビのインタビューで自分がロバートリッチであると認め、同年にはロバートリッチプロダクションの設立発表した。また、 同年には、スパルタカスの脚本をリライトする契約を、サム・ジャクソン名義で言ったが、降板させられたアンソニー・マン監督が、トランボの脚本であることを広めてしまった。トランボが、同時期に手掛けた、栄光への脱出の監督の夫をプレミンジャーは、トランボが脚本を書いたと公表し、スパルタカスも、トランボの名前がクレジットされることになった。栄光への脱出、スパルタカスは、工業的に、 大成功を収め、その後、他のハリウッド店のメンバーも、実名で仕事できる機会が増えていった。実名で、ハリウッドに復帰した後、脱獄、パピオンなどの脚本に関わった。また、長年映画化を希望していた、自作の小説、ジョニーは戦場へ行ったを、自らの監督作品として、原作、脚本を兼ね、自ら資金も調達して制作した。 1971年に公開され、アメリカでは工業的に失敗したが、カンヌ国際映画祭では審査員特別、グランプリ、フィプリ推奨、国際エヴァンジェリー映画委員会賞を受賞した。1970年、全米客本家組合から厚労賞を贈られた。これは、ブラックリストに載せられたトランボへの和解を意味することになった。 1975年5月5日、映画芸術科学アカデミーから、黒いお牛に対するアカデミー原案賞として、オスカー像のレプリカが授与された。1976年9月10日、死去。1989年、没後10年を経て、トランボが脚本を務めた1943年の、ジョーと呼ばれた男をもとに、スティーブン・スピルバーグが、オールウェイズを制作している。 1993年、ローマの休日で、イアン・マクレラン・ハンターが受賞していたアカデミー・原案賞が改めてトランボに贈られることになった。2011年12月19日、米脚本家組合がローマの休日の原案者クレジットをハンターからトランボに変更。ハンターとジョン・ダイトンの二人が記載されていた脚本クレジットにトランボの名前を貸したと発表した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。